はい、お疲れ様です。形式書を使って発見しにくいバグを一網打尽にしようというタイトルで発表させていただきます。自己紹介なんですけれども、鈴木穂高と言います。私は2014年 DeNA に新卒入社をし、その後約4年間、アプリゲームの開発に携わってきました。でその後、スウェットっていう、テストを、扱う、チームに配属されまして、そこで、Android テストチームとして、社内にテストの普及のための活動をしたり、ゲームテスティングレボリューションというチームで、使用品質を向上させるための技術的なアプローチ研究を、してきました。で今回は、こちらの、話題に関して、お話をします。で今日お話しすることなんですけれども、基本的に CFP に書いてある通りで、私がなぜその形式書を、調べようと思ったのか、その動機と、形式書とはについて、簡単に触れた後、メインとしてじゃあ形式書って実際に、会社として、導入できるのか、そういうその適用可能性っていうものについてちょっと考えてきたので、それをメイントピックで話したいと思っています。でまず、動機なんですけれども、私がそのゲーム開発をしているときに、結構多かったのが、仕様の不備が結構ありましたと。例えば考慮漏れであったり、記載漏れであったり、矛盾など、こういうものに、フェーズ開発フェーズの、早い段階で、気づきたいなというふうに、思うようになりました。一般的に、開発フローって、企画やって、そこで仕様作成やって、実装やって、QA やって、リリースっていう感じだと思うんですけれども、なぜ早く気づきたいかっていうと、仕様不備の発見が後になればなるほど、修正を伴う、手戻りの工数っていうのは、大きくなる傾向があるからです。で、仕様不備っていうのは、例えば、ある、無敵状態になれる敵がいたとしまして、その敵の存在に、気づかずに、例えば必ず、攻撃が命中するような、攻撃のその規格とか実装とかを、進めてしまっている。こういう、仕様の矛盾っていうのには、この規格の、仕様作成段階で、何らかの方法で、気づきたいなっていうような感じです。で、対策として、こういう仕様の、不備みたいなものって結構あったので、開発チームでも、レビューや、チェックリスト運用などで、対応していたんですけれども、私がせっかくその、今、スウェットっていうチームで、配属されたので、そこに対して、もっと技術的なアプローチで何かできないかっていうのを探していたところ、形式書ってものに、出会いました。で、形式書とはなんですけれども、説明すると、仕様を明確に記述したり、記述された、設計の性質を機械的に検証する手法の総称です。形式書にもいくつか種類があるんですけれども、いずれも数学に基づく科学的な裏付けを持ちます。聞いたことない方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、実は登場は結構古くて、1970年代頃から、研究開発とされています。で、いくつか種類があるって話、したと思うんですけれども、今回紹介するのはこの二つで、形式書記述っていうものとモデル検査というものです。形式書記述っていうのは、矛盾がなく論理的に正しい仕様を作成するための手法。モデル検査っていうのは、プログラムの状態をモデル化することで、そのプログラムが期待される性質を満たすことを検証する手法です。で、それぞれに対して、書けるその言語であったりとか、ツールであったりとかっていうものが、それぞれあります。で、簡単に言うと、日本語の仕様書やプログラムを、専用の記述言語で書き表し、ツールにかませることで、システムチックに、不備が、発見できるっていうことです。例えば、モデル検査の、手順の例なんですけれども、まず検査したいものをから、専用言語で、モデルを作成します。で、その次に、検査対象が満たすべき性質から、検査式を作成します。で、最後に、モデル検査ツールにかけます。具体的には、例えば、こういう、プログラムを書こうとしていましたと。例えば、その異なるプロセス P と Q が、グローバルな変数 N への代入と、プリントを実行する。これを、書こうとしていました。で、これを、今回は、プロメラという言語で、モデル化を、すると、こういう感じになります。で、
ブロックタイプっていうのが、まあ、プロセスを指しているんですけれども、プロセス P の中で、N イコール1を代入しています。で、その後に、プリントで N の、値を出力しています。プロセス Q の中で、N イコール2を代入しています。で、その後に、プリントで、N の値を出力しています。大きくこの4つの種類があります。で、そこに対して検査式を入れるっていうのは、例えばこういうことで、アサーションを入れて、まあ、スピンの状態空間で、成り立つことを、これ確認します。ここで入れてるのは、N イコール1の後に、アサーションとして、N の値は、1であることっていうものを、確認のために、アサーションを入れています。で、スピンの状態空間って何なのかって話なんですけれども、まあ、実は、たったのあれだけで、モデリングすることによって、まあ、スピン、側が後で、そのモデル検査側が後でそのシステムが取り得る、状態やパスっていうのを自動で網羅的に探索してくれます。今さっきやったその4つの、処理なんですけれども、パスとしては全部で6つあるとありまして、例えば一番右だと、6の方なんですけども、まずプロセス Q の中で N イコール2を代入して、その次プロセス P のところで N イコール1を代入して、その次プロセス P で、プリントをして、その次、プロセス Q で、プリントをする。まあ、こういうような流れっていうものが、大体6、あ、大体っていうか6種類ありますと。で、これを、さっき書いたモデルを、ツールにかませると、アサーションが満たされないパスが、2つあるってことを、教えてくれます。で、その満たさない例っていうのは判例っていうんですけども、その判例が出た時の計算の再構成に必要なデータ、まあ、さっきの、出てきた出力されたトレイルファイルってやつを、ベースに、まあ、再度、シミュレーションをかけると、判例が起きたパターン、どういう経路をたどって判例が起きたかっていうところを示してくれます。この1つ目の判例は、まず N を、はい。N イコール1が、プロセス P の中で行われて、その次、プロセス Q の中で N イコール2が行われて、で、その後、プロセス P の、Q の中で、プリントが行われて、その後にアサーションが走ると、N イコール、N が1であるってことを満たさないってことがわかります。で、二つ目の判例としては、プロセス P の中で N イコール1が行われて、プロセス Q の中で N イコール2が行われて、その後にアサーションが走ると、N イコール1、が満たされないってことがわかります。まあ、さっきの図で、書くと、この矢印の先で示したところで、アサーション N イコール1が、行われると、そのアサーションの、あの性質を、満たさないっていう、ことになります。で、まあ、発見しにくいバグを一網打尽にしようというタイトルは、まあ、こういう、モデル検査の性質から、付けたものになっています。で、今のは、結構簡単な例の、なんですけれども、まあ、実際にこういう形式書、まあ、モデル検査とか、あの、形式書記述を適用して、品質向上につながったっていう事例は、欧米を中心に多く報告されています。まあ、有名なところだと、AWS でも利用されています。日本でもフェリカ等で利用されています。で、私も、その、この、形式書に関する、発表、まあ、今年の3月ぐらいから、だいたい、まあ、これだけやってるわけじゃないんですけども、まあ、正味、その4ヶ月ぐらいやってきて、まあ、形式書について、まあ、調べてみた。まあ、それから、形式書について調べてみて、ちょっと興味があったので、実際に、まあ、プロダクトに適用できそうか、まあ、その実用可能性がまずないっていう状態を、まあ、防ぐために、まあ、ポックを、作成して、まあ、それを確認しました。まあ、ポックとしては、まあ、さっきのモデル検査を使って、MySQL のログから、例えば MySQL でデッドロックが起きないことなどを、確認して、まあ、実用性はないってことはなさそうだよねっていう結論に至りました。で、まあ、詳しくはちょっとこちらのそのリンク先の方をまあご覧いただければと思っています。で、よし、プロジェクト導入だとはやっぱりならないですよね。まあ、というのも、やっぱりこれを会社として活かしていくためには、会社で、使った時の効果であったりとか、学習コストや運用コスト、まあ、人をどれだけ雇う必要があるのとか、はい、そういうものを、考慮していかないといけません。なので今私が取り組んでいることは、これらの結果を踏まえて、じゃあ実際に会社のプロダクトに適用して、まあ、会社として、まあ、形式書ってその投資に値するのかどうか、まあ、そういうものを今確かめているフェーズになります。
で、今回の発表も、まあ、こちらをメインで、これから話していきます。で、私が考える適用可能性ってことなんですけども、まあ、今言った通り、実際のプロダクトに適用してみて、確かめています。で、今回、対象にした、プロダクトは、親方っていう名前のプロダクトでして、これは、うちで、その現在内製開発している、まあ、ゲームに特化したマスターデータの、編集管理ツールです。もうすでに、外部にはその情報としては公開されているので、まあ、詳しい情報を知りたければ、下のリンク先から、ご覧ください。で、やったこととしては、形式証記術と、モデル検査を、親方に実際に適用してみました。で、適用中には、まあ、その、どんぐらいの不備が見つかったのかとか、あと、まあ、検証中に自分が抱いた感想とか、まあ、そういうものを逐一、まあ、メモっていきましたと。で、念のため親方含めた開発サイトでこういう風になってますよっていう図なんですけれども、親方チームは、エンジニアオンリーで構成されていて、まあ、プロダクト要求仕様書 PRD も、エンジニアが全部記述しています。で、フェーズとしては今、アルファテストの最中でして、親方のプロダクトを、ゲームチームに、提供して、まあ、ゲームチームから、フィードバックを受けて、まあ、そのフィードバックをもとに、改良を重ねているっていうような段階です。で、そこに対して、まあ、スウェットって書かれているのが、まあ、僕のその、チームの話なんですけども、そこに対して、まあ、PRD に対して、形式証記術をしたり、コードに対して、モデル検査をしたりということをやりました。で、まあ、改めて目的なんですけども、まあ、投資判断材料を集めるってところで、親方チームに、貢献よりも、まずは技術をもっと知るっていうところに、フォーカスをしました。で、まず、形式証記術どういうことをやったかっていう話なんですけれども、まあ、既存でいくつかある、プロダクト要求仕様書を、実際に書き起こしました。で、使った言語は、アロイ 4.2 っていうものを使いました。あ、バージョンが 4.2 ってことですね。で、このアロイっていうのは、関係を使って、空間や時間の構造を、表現していく、形式証記術の、言語です。まあ、例えば、これは実際の、仕様書をちょっと改変して、まあ、説明のために、まあ、ちょっとその改変して載せているものなんですけれども、まあ、例えば管理画面のなんかでは、まあ、こういう、仕様の記述ってあると思います。各ユーザーは、ロールを持ちます。で、ロールには一般とアドミンがありますと。で、これをどうやって、アロイで形式証記述をしていくのかっていうと、こんな感じで、アロイは集合で、表現をしていきます。ユーザー、っていう、まあ、集合の中に、まあ、いろんなユーザーがいます。で、ロールの、集合の中に、まあ、一般とアドミンがありますっていうような感じです。まあ、実際はちょっと違うんですけれども、イメージとしてはこんな感じです。で、そこに対して、関係を記述していきます。例えば、この二つの集合の関係として、まあ、任意のユーザーが、任意のロールを持ち得る関係だったり、すべてのユーザーが、すべての要素に、伸びる、矢印が伸びるような関係であったり、すべてのユーザーが、まあ、矢印伸びるんだけれども、使われていないロールがある関係であったり、あるいは一つのユーザーから複数の矢印が伸びる関係であったりと、まあ、関係を、考えていくと、まあ、いろんな、関係っていうのが考えられます。で、各ユーザーは、まあ、ロールを持って、ロールには一般とアドミンがあるっていうところだけだと、やっぱりその関係を書き表すことができないので、こういう、記述を通して、どん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 、自分の中で、仕様を厳密化していくっていうような形です。例えば、まあ、厳密化した例としては、例えば、その一人のメンバーは一つのロールが割り当てられる。一つの役職を複数のメンバーが担当することができる。すいません。役職はロールのことですね。で、アドミンのみ親方上から0人にすることはできないと。まあ、こういうふうに仕様を厳密化をしていくわけです。で、実際に、アロイでどういうふうに書くかっていうと、まあ、こんな感じで、私は、モデリングをしました。アロイで肝になってくるのは、このシグっていうキーワードなんですけれども、このシグっていうのは、アトムの、集合を表します。で、シグの、宣言を、いろんな形で、行っていくっていうのが、まあ、基本的な、アロイのスタイルになっています。今回、まあ、例えばロールに関して記述した、この文っていうのは図で表すと、まあ、こんな感じです。ロールの中には特に、要素は持たないんです。持たないんですけれども、まあ、それを引き継いだジェネラルっていう集合とアドミンっていう集合があって、ジェネラルとアドミンはそれぞれ、一つの要素、ジェネラル要素1とアドミン要素1という、要素を持つというような関係を、書いています。
それからその下の、SIG ユーザー ID っていうのは、まあ、ユーザー ID っていう集合の中に、任意個の、ユーザー ID、まあ、これは0個も含めるんですけども、を、持っているっていうふうに書いています。で、一番最後なんですけれども、まずこの SIG の中の、ここの部分の話なんですが、ユーザー ID の、集合から、集合と、ロールの集合の、関係を、表しています。で、これは、まあ、さっきの、まあ、使用書の通りに、定義域が、ユーザー ID であるっていうことを、表す、書き方をしています。で、最後に、この、SIG ユーザーっていう部分なんですけれども、この SIG ユーザーっていうのは、ユーザーの、集合をがありまして、まあ、その中の要素が、このユーザー ID とロールの関係を、参照しているっていうような、形になっています。で、それから、アドミンの役職を親方上から0にすることはできないっていうものは、これはさっきの集合を、まあ、少し、まあ、まあ、式で表現して、普遍条件として、まあ、セットしています。で、まあ、静的な状態っていうのはこんな形で、記述することができます。で、まあ、そこに対して、まあ、実際の使用はやっぱりもっと、あるわけで、例えばアドミンは次のことができますと。で、ユーザーの凍結をすることができます。で、凍結したユーザーでは、ログインができなくなったりしますと。まあ、こういうものを、アロイで書くと、こういう感じになります。まあ、ユーザーの凍結状態を表すものを、集合で、表現をして、しました。で、これに関しては、まあ、ロールと同じような形で、表現をしています。それから、さっきの、ロールが、環境を参照するってところなんですけれども、まあ、その、凍結状態の関係を、指す、フィールドを、新しく追加をしました。で、それから、実際にその凍結をするっていう、その動作をどうやって表すかっていうと、まあ、こんな感じで、書くんですけれども、ちょっと、ややこしいっていうか難しい部分なんですけどが、例えば、これは、集合ユーザーのある要素、U っていうのを、凍結前の状態、凍結の動作をする前の状態とみなし、U プライムっていうのを、凍結の後の状態と、みなすことに、しています。で、ユーザーの U っていうのは、U の、フローズンは、フローズンには、このユーザー ID から、not frozen への関係が、必ず含まれているっていう条件を追加して、じゃあ凍結ってどういうふうにやるかっていうと、U プライムでは、この、not frozen に向いた関係を、フローズンの方に、向かせるっていう、関係を上分けするっていうふうに、書いています。で、これを実際に、まあ、シミュレーションをしてみると、フリーズ前の状態、まあ、いくつかシミュレーションの結果はあって、今回はそのいくつかある中から一つを持ってきている感じなんですけれども、フリーズ前の状態としては、ユーザー ID がまあ2つあります。で、そのユーザー ID は、まあ、それぞれフローズンとノットフローズンを、指しています。で、ロールは、アドミン、両方ともアドミンです。で、実際にさっきのものを動かすってみると、ユーザー ID と、ユーザー ID は、ともに、フリーズされます。で、ロールはそのともに、特にロールに関しては何もやってないので、アドミンを向いたままですと。で、こういう図を、見て初めて、管理者全員が凍結状態っていう、まあ、状態が浮かび上がってきて、まあ、使用の不備として、まあ、指摘ができるっていうわけです。まあ、これは実際に僕が、指摘した不備のうちの一つです。で、こんな感じで、他の、PRD も形式小記述で書いていくんですけれども、まあ、結果、PRD15 枚読んで13の不備を、まあ、してきました。まあ、そのうち、まあ、重要度が高いものは3件でした。で、まあ、やってみて分かったことなんですけれども、自然言語で書かれている仕様に、まあ、バグは、ほとんどありませんでしたと。で、まあ、あったとしても、さっきみたいな、まあ、そんなに大したことない、バグっていうような感じでした。で、どちらかというと、まあ、書かれていない仕様に、まあ、バグが集中しているなっていうのは、書いていて思いました。で、ちょっと説明を聞かれて思われた方もいると思うんですけれども、やっぱりモデリングはすごく、難しくて、まあ、僕も結構、苦戦をしました。で、まあ、苦戦をしたので、形式使用記述を書いている最中に、まあ、使用の不備に気づくパターンの方が、多いです。
で、そうなんですよ。で、まあ、実際さっきの仕様も、もう、僕は形式小規図を書いてる最中に気づいてしまいました。で、で、アロイの、文法自体が、まあ、チェックリストになっているなっていうのも、まあ、感じました。まあ、さっきみたいに関係を厳密に書いていくので、まあ、曖昧な部分であれば、アロイを書き起こすことによって、まあ、必然的に、まあ、厳密になっていきます。まあ、それからさっきとちょっと被るんですけれども、まあ、結論ありきなモデリングになってしまうことが多々です。まあ、自分はこの不備に関しても気づいているので、じゃあこういうふうにモデリングしたら画面としてこういうふうに出るだろうみたいな感じで、結論ありきなモデリングになってしまうことも結構多かったでした。で、まあ、アルファの、で、あと、その時期なんですが、アルファテストのフェーズで形式小規律を適用するのはやはり遅いです。仕様インクリメンタルで書いていく形がやっぱり向いている気がしました。ということで僕は結構その、まあ、ここまでやってみて、あんまり形式小規律って本当に活かせるんだろうかっていうのは今は、結構疑問な状態です。なので、今後検討していくこととしては、まあ、運用を見越すと、まあ、チームとして、仕様の変更に強くなれるかどうか。今は、時間としてはもうアルファやテストのある一点だけで、仕様を書いていったんですけれども、じゃあそれ運用を見越していくと、仕様の変更に、まあ、強くなるのか、さっきみたいな、仕様の不備ってことに気づくことができるのかどうか。あとは、今の記述の仕方に、問題がある可能性がないか。まあ、これは結構僕が、アロイやってもまだ1ヶ月半ぐらいなんで、まあ、実地経験のある人に勘どころを教えてもらった方がいいんじゃないかっていうところもちょっとあります。あとは、そもそも、アロイよりももっと適切な、別の形式小規律のツールがあるかどうかっていうところも、まあ、検討していきたいなというふうに思いました。で、次にモデル検査なんですが、モデル検査は、親方のプログラムで、考慮漏れが発生していそうな部分を見つけて、まあ、適用を実際にしてみました。まあ、これはスピンを、使いました。で、親方では、NOMS っていう、ライブラリを使っていて、まあ、簡単に NOMS って何かっていうのを説明すると、まあ、バージョン管理ができるデータベースです。で、これは Go 言語で書かれています。で、この、まあ、その NOMS のイシューとかを見ると、まあ、結構バグが多そうだったので、まあ、とりあえず NOMS に対して、モデル検査を、まあ、適用してみるっていう風にしました。まあ、NOMS の実装を読んで、まあ、それをうまいことを、モデリングしていけばいいんじゃないかなって思っていたんですが、モデリングをしてみた結果、挫折をしました。まあ、原因としては、プロメラの表現力不足と、NOMS の設計がモデル検査に向いていないってことが あったんじゃないかなと思います。まあ、例えば、公開関数は使えないプロメラで、公開関数が多用されたコードを表現するのはすごく大変でした。あと、直感的、設計が向いていないっていうのは、まあ、直感的じゃない抽象を持つので、簡易的なモデルの作成の決断を下せない。まあ、隅から隅までモデル検査を、モデルを化していくと、それはすごく時間がかかることなので、基本的には、じゃあどこまでモデルやるのかっていう判断を下さないといけないんですけども、まあ、それを下すのがすごく難しかったなって思いました。で、あと、モデル対象の関数が、6つほど、まあ、スタックを積むので、まあ、モデル化の範囲が必然的に広くなってきて、すごく大変だなっていうところはありました。まあ、なので、ちょっとここは方針変換をして、Go のプログラムをプロメラに機械的に変換できないかっていうところを試してみました。まあ、こっちの方が、例えば運用を見越したときに、まあ、将来的に自動生成みたいなことができれば、モデリングのコストも、まあ、減ってくるんじゃないかなっていうふうに考えたからです。まあ、実際に、一例なんですけれども、まあ Go からプロメラに変換するための手引き書の作成をしました。まあ、Go では関数制限はこういうふうに書くんだけれども、プロメラではこういうふうに書いてください。パニック関数はこう書く、Go ではこう書くんだけれども、プロメラではこう書いてください。のような、手引き書を作成しました。で、まあ、手引き書は、まあ、全部ではないんですけれども、まあ、ある程度数が集まったところで、これ使えるのかどうかっていうのをちょっと試してみました。で、海外の論文で、Go でよくあるバグみたいなものが、なんかまとまっていたので、ちょっとこれでバグ検出できるかっていうのを確かめてみました。で、これは、まあ、そのうちの一つなんですけれども、まあ、この、ウェイトグループのこのウェイトの位置がループの中に入ってしまっていて、5ルーチンの生成ができなかったり、段が、ブロックされていたりと、まあ、そういうふうに、Go でこれを実行すると、まあ、デッドロックが起きてしまう、例なんですけれども、プロメラで、これを、さっきの手引き書に従って変換をしました。で、ちょっと長いので、すごく細かくなってしまって恐縮なんですけれども、まあ、変換をしてみて、で、まあ、検査をしてみて、まあ、そうすると、まあ、実際に、ウェイトから、返ってこない状況があるってことが、分かりましたと。
で、こっちに関しては、ちょっと今も、まあ、形式上記述もモデル検査も今もそのやってる最中なんで、ここまでなんですけれども、まあ、やってみて分かったのは、大きなプログラムがもうできてからモデリングするっていうのは、やっぱり難しいなっていうふうに思っていて、まあ、プログラムの表現の幅と、モデル言語の表現の幅っていうのが、まあ、違うため難しいなって思いました。で、モデリング自体は、すごい難しいんですけれども、まあ、ライブラリとして、まあ、さっきみたいに、その語法は、なんかこういうふうに手引き書書きましょうみたいなライブラリとして、まあ、提供するっていう手法は、まあ、継続してちょっとやってみていこうかなっていうふうに思いました。で、今後検討していくことなんですけれども、まあ、モデル検査の利用法として、まあ、設計が正しいとかどうかを確認する。まあ、僕はこちらはなんか個人利用に留まるんじゃないかなって思いました。まあ、例えばさ、一番最初に説明した複数プロセスの例とかは、なんかもう個人利用でやってくれればいいんじゃないかなって思いました。で、運用を見越した時に重要なのは、やっぱりその書いたプログラムを、静的解析ができるかどうかってところをやっぱり考えないといけないかなって思っていて、まあ、こうしないとやっぱりモデリングするコストもすごく高くなってしまうし、まあ、将来的に、導入を見据えるんだったら、こちらでやっぱり考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、最後その、まあ、こちらも同様に、プログラムよりももっと適切なツールがあるんじゃないかどうかってところも、まあ、引き続き検討はしていく、いきたいなというふうに思っています。で、まあ、まとめとして、形式上記述モデル検査を、運用込みでプロダクトに適用できるかどうかを、まあ、見定めている最中です。で、まだまだ、道半ばです。っていうところです。はい、ありがとうございました。